こんにちは。マリサだぜ。霊夢だよ。今回はさすがにわかるわ。リッチレイサーズ2ね。よく当てたな。今までの画像で、わからいでかい。何回目でも、オープニングは流すのね。これとバーチャファイター3は流すぜ。あ、そう。これでも、バンダイナムコとインゲームの部分は、切り取って短くしたぜ。あら、気づかなかったわ。まあ、何にせよ、かっこよさといい。長さといい、ちょうどいいな。まあね、毎回流されても、苦にならないわ。もうすぐ終わるわね。いいよな。うぷぬし、ここがいいんでしょ？せや。今回も、デュエルと対決？せや。もう、カッタルイクラス1はやらない。クラス6だけで走るぜ。また、いつものノリノリのコース？それが、今回はちゃうねん。音楽は相変わらずノリノリだが、コースは違うぜ。コース選択画面だわ。今回は、3種類のコースを走るぞ。題して、夜の市街地コースを走る、だぜ。あ、そう？うぷぬしは夜走るのが大好きだ。微妙に変態ね。ということで、まずは前回最後にちょっと見せた。ダウンタウンレイブシティだぜ。車は同じなのね。うぷぬし、妙に気に入ってるぜ。結構ドリフトしやすいみたいだな。もうすぐ、ローディングね。始まるぜ。名前こそ、ダウンタウンなんてついてるが、どう見ても、ダウンタウンじゃないよな。下町のことを言ってるんでしょうけど、辞書には繁華街市街地なんて意味もあるのよ。デュエル、いるいる。な、何にも言えねえ。うぷぬし、前方に見える電光掲示板が大好きだ。やっぱり、変態。だな。この音楽もいいわ。時代を感じるぜ。飛ぶぜ。お？次は連続コーナーでドリフトしまくるぞ。いきなりドリフトしながらデュエルと絡むのね。音楽もディスコミュージックになってるわ。抜き返されるが、さっきの絡みで抜くこともあるぞ。名物トンネルね。トンネル内もコーナーと直線の組み合わせだが、うぷぬし、全部覚えてたぞ。さすが。出たと思ったら、またトンネルだぜ。また、デュエルと絡んでるわね。デュエル、早い早い。うぷぬし、ニトロを貯めたいが、直線なんてたまらない。トンネル内はコーナーが多いから、すぐ溜まるぜ。トンネル出るぞ。観覧車と花火が綺麗だわ。出てから、ドリフトするのは次の左コーナーくらいだぜ。もう、最終ストレートだぜ。ほとんど、日本のトンネルのコースだわね。これで一周終わって、うぷぬし大好き電光掲示板だ。夜で照明に照らされて綺麗なコースね。観覧車もあれば、花火も上がる。それに、あのトンネルだ。あのトンネルは未来的ね。また飛んでるから、左右左の複合コーナーね。でか、S 字だな。また、コーナーですぐ前にデュエルがいるわ。二つ目の右コーナーでならず、三つ目の左コーナーの前で抜いたぞ。うぷぬし、トンネル手前で、もうニトロ使ってる。ミラーでデュエルを確認するが、離せそうだな。二周目だし直線で飛行運と抜かれるんじゃない？可能性は高いな。二つ目のトンネルに入るがミラーにデュエルは映らん。うぷぬし、どこでもニトロが溜まったらすぐ使って逃げる。ドリフトしまくって、ニトロ溜めてるわね。トンネル出る前に、ニトロは溜まらなかったな。次のコーナーで使えるようになるかな？惜しい、あと少しだ。次はほとんど直線に近いがドリフトしたれ。よし、最終ストレートで使うぜ。下りだから早い早い。うぷぬしお得意の最終ストレート逃げ切りに見えるが、うぷぬしはこのコースで考えていない。そうなん。溜まったらすぐ使う、溜まったらすぐ使うぜ。逃げ切ることだけ考えているぜ。アーチジャンプでミラーにデュエルが映ったわよ。う
プ主は複合コーナーを抜けてニトロをすぐ使うぜ。ウプ主、逃げることだけ考えてるな。道が曲がりくねっているから、ミラージャデュエルが近づいてるかどうかわからんわ。曲がりくねっているからニトロがたまるたまる。二つ目のトンネルに入るぜ。もうたまった。ウプ主、いきなり使って逃げる。デュエル、追いついてこないわねー。このまま済むとは思えんばなー。もう観覧車よ。確かに映らんなー。クパトや白バイみたいにミラーの四角にいるのか。サイドミラーが欲しいわね。真横にいたりしてな。てか、ニトロ使えへんやないかー。逃げたいのに不安だぜ。おお、勝ったわよ。追いついてこなかったな。本当にデュエルが追いつけなかったかどうか、リプレイを見たらわかるはずだぜ。だね。ホイールスピンこかなくスタート。ウプ主、このコースも大好きだぜ。ウプ主、この音楽で若い頃に戻ってるんだろうね。昭和の終わり頃から平成初期だな。大ジャンプね。実車なら、着地で壊れてるな。かっこよく2台でドリフト。いきなり絡む絡む。一周目は絡んだ末、デュエルが前ね。トンネルに分岐するぜ。綺麗なトンネルね。いきなり、ドリフトするがな。実際にあったら、事故多発しそうだな。この1本目のトンネルの出口の風景が好きだわ。で、2本目に入り、また絡む。ウプ主、弾き飛ばされ側壁に当たる。それでもデュエルを追いかける。まあまあ離されたわね。観覧車に花火、お城みたいなのも見えるわ。アミューズメントパークだな。アミューズメントパークのすぐ上を、こんな自動車専用道路が走っているなんて。狭い土地に作ったんだな。結構離されたわね。デュエル、見えないな。ちらっと見えた。こうやって見ると、近くにいるな。ジャンプの次の複合コーナーね。また絡むはずだぜ。おお、絡む絡む。ウプ主、結局デュエルと接触せず抜いたんだな。ウプ主、これからニトロを使いまくって逃げるのね。ミラージャ後ろに見えたが、実際は意外と横にいる。2台でドリフト。ウプ主、逃げる逃げる。ドリフトしながらニトロを使う。デュエル、まだついてくるわ。ウプ主、ニトロ使いまくり。トンネル出るわよ。まだ、ついてくるわ。2周目だし、ウプ主逃げ切れるとは思っていない。デュエルにどこかで抜かれると思っているのね。この距離を見ると、そう思うよな。最終ラップに入ったが、こんな近くにいたんだな。ウプ主、次の複合コーナーくらいで、デュエルに絡まれると思っているんだろうね。だが、絡まれず逆に少し離したか？ウプ主、絡まれなかったんでニトロ使いまくり。ドリフトでニトロ貯める。結構離したな。デュエルが映らなくなったわね。ウプ主、ニトロで逃げまくる。トンネル出るわ。お、デュエル、来た。デュエル、ウプ主に追いついてきたぞ。近くまで来てるわよ。ウプ主、逃げ切ったぜ。
ドライバー視点じゃ見えなかったけど、結構近くまで来ていたのね。だな。ウプ主、最終ストレートではニトロを使えなかったが勝ったな。次はどこ走るの？次はブライテストナイトで勝負だぜ。どんなコース？コーナーだらけでドリフトしまくりだ。今みたいに直線でニトロで引き離す感じじゃないぜ。クラス6じゃ速度が速くてなおさらだ。もう抜きつ抜かれつで最後までヒヤヒヤだぜ。へえ、楽しそうね。ま、楽しいコースだな。車は変わらないのね。当然ウプ主のお気に入りを使うぜ。ほう、ここもアミューズメントパークみたいね。アミューズメントパークの中を走るようなもんだな。ウプ主好みね。空港から始まるぜ。空港に隣接したアミューズメントパークね。ま、そんな感じだ。空港の部分がグランドスタンドのある最終ストレートだな。いきなり90度以上曲がるぜ。上の建設中の高架が素敵だ。トンネルを出るとさらにきついコーナーだぜ。あ、またトンネルだわ。で、さらにきついコーナーだ。路面も変わったわ。綺麗なコースね。次はヘアピンコーナーだぜ。休む間もなく曲がりくねった狭いトンネルだ。ジャンプの後、また90度曲がるぞ。道幅が広くなったわ。この辺りでニトロを使うぜ。すぐ前でデュエルが余裕超えてるわ。で、工事中のトンネルに入る。トンネル内でドリフトして出て、試験の後、最終ストレートだ。じゃ、ニトロ使うのは、あの道幅の広いとこだけ？じゃん。直線でもコーナーでも狭いトンネルでも、溜まったらすぐ使わなおいっかん。へげ、現に2周目だが、デュエル見えないぞ。確かに、見えたな。ウプ主、コーナーでニトロを使う。また溜まったからすぐ使う。追いついたわ。ドリフトで前に出て、狭いトンネルでもニトロを使って離すぜ。ジャンプ中でニトロがたまらんやんけ。お、お取り込み中ですけど、今までとは曲調が違うわね。こんなんもありだな。あー、来た来た、抜かれた。このコースはこんなもんや。よし、溜まった。ウプ主、すぐ使う。最終ストレートでも抜けへん。言いにくいけど、最終ラップよ。ドリフトでも抜けへん。ニトロがたまらん。そうね、楽しいだろ。そうね。やっと溜まって、ウプ主どこでも使う。並んで、ウプ主前に出た。すぐ追いついてくるやないかい。抜かれた。ウプ主、ドリフトで抜く。ニトロが使えんやんけい。あ、花火上がったわよ。それよりニトロ使わせろ。キュンも上がった。溜まったー。使おうと思ったが、ミラーにデュエルが映らんぞ。映ったわよ。ウプ主、最終ストレートまで温存しようと思ったが、抜かれそうなんで、勝ったる。勝ったわよ。ミラー見てたら、ギリギリだったな。疲れるコースだったわね。ウプ主的には楽しかったぜ。
茶でもしばきながら、リプレイを見るか。マリサ、このコース、言葉遣いが変よ。すまん、ウプ主が楽しすぎて若い頃に戻っていた。そうだったのね。確か一周目はデュエルにかすりもしなかったが行くぜ。まだウプ主、普通に綺麗にドリフトしてるわね。まだ、切羽詰まってないからな。それにさっきは音楽をまともに聴く余裕がなかったが、明らかに曲調が違うよな。それでも時代を感じるわね。だな、また、こんなのもいいな。路面が変わると、なんとなくドリフトの感じも変わる。綺麗な場所だわ。ウプ主、まだ余裕のドリフトね。トンネルもドライバー視点じゃ狭く見えるが、こうやって見ると、ドリフトしながら並べるな。次のコーナーでドリフトして2トローためようにも、膨らみすぎてアスファルトの外側の白い部分じゃたまらないんだぜ。それで肝心な時にたまらなかったのね。次の工事中のトンネルはグリップしないんだよな。デュエルも滑って側壁に当たってたもんね。グランドスタンド前で2周目に入る。2周目はデュエルに、ウプ主、追いつくわね。デュエル、結構先に行っちゃってたのかな。どこかで待ってるはずだぜ。いたいた。ウプ主には運転しながら見えてるぜ。ウプ主、ニトロを使いすぎるんだな。ドリフトされると良いそう。ウプ主、ニトロを使い切っているから、ドリフトだけで抜こうと絡む。なんとかニトロなしで前に出て、やっと溜まって使う。ウプ主、白い部分にはみ出て、ニトロがたまらない。それで離せなくて抜かれちゃうのね。でや。グリップしないから、オーバーステアが出るぜ。最終ストレートでニトロを使うも、抜けない。ウプ主、ドリフトに焦りが見えるわ。最終ラップだしな。すぐ前にいるが、抜けない。ウプ主、またここでニトロを使って、肝心なところで使えないんだな。なんとか前に出たが、この絡みじゃ使えないのね。ウプ主、強引にドリフトでニトロなしで前に出る。トンネル内でニトロを使って少し引き離す。花火特急。ウプ主、ミラー見っぱなしだろう。上に道があったのね。デュエルの走り方、切れてるわ。おっおっわ、すごく近いだろ。フィニッシュラインなんか、ウプ主が反射鏡くらい、前なだけの差で勝ったぜ。リプレイで見ると、すごい僅差で勝ったのがわかるわ。楽しいだろ。そうね。もう一つあるのね。ま、夜つながりでな。疲れたか？今のでちょっと。視聴者の皆様方、よろしければ、もう一つお付き合いください。で、最後はどれ？ミッドタウンエクスプレスウェイだぜ。どんなん？工業地帯の中の高架道路ってとこだ。だが、境線北臨海工業地帯みたいな。超綺麗でかっこいい夜景はないぞ。どんなん？ま、走ればわかるぜ。今までの二つよりは疲れないと思うぜ。ま、この車だわね。ウプ主、しばらくはこれだろう。ウプ主、今時無煙廃屋の V6 3リッターだもんね。おお、電光掲示板。ほうほう、確かに高架道路ね。煙突にクレーンね。
この風景って。お、わかったか？一つ目のコースじゃ？そうだ、同じ場所だぜ。あ、電光掲示板が、レイブレーサーだわ。そうだ、これも懐かしいぜ。今回は左に分岐したわね。一つ目は右に分岐して、阪神高速の、梅田出口みたいに建物の中を突っ切ったがな。今回は普通のトンネルね。普通じゃないがな。え？お、飛んだ。また、飛んだ。またまた、飛んでる？飛んだぜ。それに、さっき飛んでる最中にデュエル抜いた？そや、抜いたぜ。どうせ、すぐ抜かれるんでしょう？どうかな？トンネル出たわ。確かに、工業地帯って感じね。で、境線北臨海工業地帯って感じじゃないわね。だろ。この辺りから、また一つ目のダウンタウンに戻るのね。最終ストレートだな。もう、電光掲示板と一つ目の分岐だぜ。二周目に入ったわね。てか、デュエルは？ミラーにも映らないわよ。追いついてこないよな。それと、今気づいたけど、音楽かかってる？一つ目、二つ目の音声トラックと同じ音量だぜ。これも懐かしい感じだが、いまいち耳に刺さらんな。そんな感じね。次のコーナーはいい感じに、バンクがつけてあるな。でも、ドリフトしたわね。リッチレーサーだしな。ニトロ使うのはいいけど、デュエル来ないわね。何しとるんかな？あ、モノレールだわ。近畿道みたいだな。デュエルは？もしかして、最終ラップで来るつもり？可能性はあるな。もう最終ストレートよ。だな。最終ラップだぜ。デュエル、まだかな？私の目では、ミラーに映ってないな。念のため、ニトロ使わずためとくか？どんどん使っちゃったら？ジャンプが済んだら、使うか？お、ミラーに小さく映ったぜ。一気に追いついてくるのかしら？コーナーを抜けたら使おう。ニトロ使います。もうすぐゴールだわ。見えなくなったな。そうねー。残しておいてもしゃあないし。最終ストレートで消費しよう。はい、使います。ちょうど電光掲示板の下に、U1 が出たぜ。勝ったのは間違いないわ。一周目にデュエルを抜いて、そのままね。それも、抜いたの一周目の序盤だぜ。どんなんだったかも、こんなんだったもないが。リプレイで確認しよう。しましょう。おお、レイブレーサー。変態。うぷ主がな。左に分岐して。この辺はデュエルが先行する、通常の展開ね。普通のトンネル。そのトンネルを出るぞ。連続ジャンプだ。3段連続の、ウォータースライダーみたいね。で、3段目で、あっさりウプ主、デュエルの前で着地ね。もう、距離が開きつつあるな。ウプ主の、ドリフトしか映らないわ。ちょっとデュエル映った。ここでは、デュエル、まあまあ近くにいるわね。で、言ってるうちに2周目だぜ。これを見ると、デュエルに問答無用で抜かれそうね。ここでも、そんな感じだよな。ジャンプでも、しっかり後ろについてるわ。デュエル、意外と近くにいて離されていないよな。
うくぬし、ニトロを使うしかないわね。リプレイで、こんなドライバー視点いらなくないか？何の情報も表示されないし。そうね、いらないし、車を見たいわよね。やっぱり、近くにデュエル、いるのね。腰淡々と抜くのを狙っていそうだがな。最終ラップに入ったが、まだついてきてるぜ。仕掛けてこないわよねー。どんなジャンプするかな？変わらんなー。まだ一緒の画面に映るわね。うぷ主、溜まったから、ニトロ使っとこうって感じだな。また、ドライバー視点、いらんて。ダウンタウンに入るわ。最終ストレートが近いが、デュエル、てるな。ニトロを使って逃げ切って勝ったわね。結果的にニトロ、いらなかったかもな。まあ、いい。霊夢、今回は楽に見れただろ？まあ、そうね。うぷ主、昔やり込んだままで。PS5 では、ツアーの最中だから、昔の記憶が曖昧な部分もあって。まだ、夜走るコースはあるかもしれないが。とりあえず、今回は終了するぜ。ということで、今回の動画はこれにて終了です。最後までお付き合いしていただいた皆様方、お疲れ様でした。何かお気づきの点やリクエストが、ございましたらコメント欄に。もし、この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録と高評価をいただけましたら幸いです。それでは皆様お忙しいところ、ご視聴いただきありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。ゲームオーバー。